青ざめさん、猫ぴさんへ。毎日一緒にいて、笑い合って、隣にいてくれてありがとう。こんなにたくさんの喜びを与えてもらっているのに、二人に少しはお返しできていますか？最近の二人は自分たちでどんどんかけていって、いろんなことを学んで成長していますね。とっても嬉しいです。それぞれの人生で好きなことに出会ってほしいです。お母さんは二人に巡り会えたこと、二人のお母さんになれたこと、二人と同じ時間を過ごせることが一番好きなことです。これからも失敗ばかりのお母さんだけど、よろしくね。